モノグローブ。モノグローブをご覧の皆さん、こんばんは。アイウェイボーカロイドベースのインテツです。僕たちアイウェイ1月の27日にメジャーファーストフルアルバム彩りをリリースしました。今回ですね、彩りというフルアルバムリリースしたんですけども、はい、まあですね、メジャーデビューしてから初めてのフルアルバム、うん、何よりですね、夢人くんが入って5人に今のメンバーになって初めてのフルアルバム、はい、そうなんです。もう初めて尽くしではありますけども、はい、今回ね、どんな感じで作ったんですかね、フリスさん。今回はですね、もういろんな曲出てきましたよね。いろんな曲、僕たちはこうアルバムを制作しようと思ってデモを出している時点でも、うん、とにかく多様な曲が出てきて、その中から最終的にこう収録されたのが今の形なのですが、ジャズもあればテクノもある、うん、バラードもあればヘビーなロックもあったりで、うん、なんかもういろんな音楽、僕たちのこうなんかバックグラウンドになっているところが見え隠れするような個性的な楽曲が出来上がったかなと思っています。そうですね、まあ、インテスさんも今回新曲書き下ろしいくつかありますけども、はい、どの曲が一番思い出があります？やっぱりもう1曲目の0000、あと青木くん言ってください。覚えてますよ、はい、001012345ブー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 、知ってます。001010101ね、今噛みそうだ。001010101ね、という曲なんですけれど、この曲はあのインディーズの頃に作った0010という曲がありまして、それからもう今メジャーになってもう一度同じような曲をと思って0010101という、ちょっと名前が覚えづらいんですけれど、はい、はい、とてもロックな曲が出来上がりました。そうですね、まあ、その0010101をはじめとしまして、はい、たくさんの曲ね、ありますので、ぜひ皆さん聴いてください。まあ、今回ですね、その彩り、はい、1月にリリースしたんですけども、もちろんですね、ツアーが決まっております。はい、はい、春ツアー、同じタイトル、彩り彩りというツアーがありまして、全国6カ所かな、6カ所回ります。もちろん北海道も入っております。北海道札幌がですね、なんと3月の14日ホワイトデー、ホワイトデーですよね、うん、でさね、みんなにこうなんかいただいたチョコレートの気持ちを逆にお返しですね。お返し、うん、なるほどね、そのライブの素敵さでお返ししつつ、はい、なんか出しちゃうんですか、また何が出るんですか、わかんないですけど、プレゼントですか、プレゼント出る、これ用意しちゃいます、わかんないですね、これ ねちょっとね、それ来ていただいたので、ね、分からない、来たら分かるんですよね。はい、ぜひ3月の14日、札幌ベニーレン24、皆さんね、遊びに来てください。さっきの001010101、この曲のですね、ハードな部分、そして他のね、彩りに収録されていますいろんな曲たちを、うん、北海道でもですね、素敵に表現しようと思ってますので、ぜひ遊びに来てください。今後のアイベの活動予定、はい、実はですね、アイベもう随時更新されているぐらい、いろんなスケジュールさせ、ね、お仕事させていただいております。続々決まっております。はい、北海道もね、もうあのラジオのレギュラーやらせていただいたきっかけもあるんですけども、はい、インディーズの頃よりすごい近く感じてまして、北海道。あ、なかなか東京のバンドって北海道来れないですからね。実際来るのにもこう飛行機だったり、フェリーだったり大変だと思うんですけど、それでもメジャーデビューしてこんなにいっぱい来るとは、はい、幸せですね。はい、ですので、ぜひアイベイ今何してんのかななんて思った方、詳しい情報はアイベイホームページですね、こちらチェックしてください、はい、ブログもメンバーそれぞれやってますので、うん、よかったら見てください。そんな感じですね、今日はアイベイからボーカル葵と、はい、ベースのインテツがお届けしました。はい、その他にもですね、3人いますので、夢人、竹人、健三ですね、この5人でアイベイやってます。よかったらですね、ライブに見に来てやってください。それでは3月の14日ホワイトデー、札幌ベニーレン24でお待ちしています。お送りしましたのは、アイベイボーカルアウト、ベースのインテツでした。それでは、さよなら、バイバイ。